い入ってるな、圭介さん。そうですね。こっちはじっくりマイペースで行こう。出番があるかどうかは分かんないけど、きっちり仕上げるだけはしておこう。はい。いつものことだけど、俺たちの敵はコースだからな。行きます。涼介、お前らしくないぜ。一人でコースに先乗りだなんて。しかも FC まで引っ張り出すなんてよ。自分の車を持ってきたことに大した意味はないさ。重要なのはステアリングに行ってコースを知ることだったんだ。だがそれがどうした。かえって俺を混乱させてるけどな。文博、この後の指揮を代行してくれ。ルーティンやるだけだから問題ないはずだ。そんな、お前はどうするんだ。眠る。おい、臨床病理学のレポートにかかりっきりで3日間徹夜だったのを思い出した。どうも頭の回転が鈍いと思った。起こさないでくれ。アップダウンがきつい上にコーナーのバリエーションが多くてバランスを取るのが難しい。兄貴がタフなコースと言ったのはそういう意味だろうな。俺の実力がプロ相手にどこまで通用するのか、それを試す絶好のチャンスだ。一体どうなっちまうのかな。すごい不安になってきたよ。また出たぞ、文博さんの心配性が。そうじゃないんだ、今回は本当に変なんだって。俺はあいつと長い付き合いなんだぞ。でもまさかこのコースで86はないでしょう。ああ、俺もそう思う。何考えてるんだ、涼介。まさか。